どうも、ゆういちです。今回はタコを規定棒でぶっこみ釣りをしていきます。狙いは80センチオーバーの浜笛引きで、他に何かいい魚が釣れればいいなという感じで、頑張ってやっていこうと思います。昨日まで4泊5日で伊豆大島遠征してきましたけど、浜笛引き3匹しか釣れなかったんで、頑張ってやっていこうと思います。沖で着きました。これから準備してやっていこうと思います。今日はパンサー君と2人で貸し切り状態です。2人でなんとか爆笑して帰りたいと思います。1投目は外側にアジ投げてきます。2投目は内側にアジ投げてきます。3投目は外側にイカタン投げてきます。アジが当たらないんでカマスに帰ってきます。長い、トラかな、ちっちゃ普通のウツボ、普通のウツボだね。どうぜハハ最悪のラッキーラッキー、あれめっちゃ流れてますね。あれ離したかな、あれあ、いる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 、でしょけど効かないですね。なんでしょう。あウツボかな。あウツボだな。めっちゃ巻くもんね。けど引いてるよね。しかも割とそんなに浮いてきてない。魚の形してる。え、タマンっぽくね。タマンっすね。重りが引っかかってる。重り落ちて。重り落ちて。あ、このまま振り上げます。はい。頼む。よいしょー。やった。やったおめでたい。おめでたい。よかった。よかった、一瞬に見れないかと一瞬俺も思った、そうでしたよね、引き弱かったから思った、おめでとう、このサイズよかった、いやよかった、一番おいしいサイズ、噛まれても痛くないよかった、俺一匹見れたからとりあえず、いやー痛い痛かったんだね、おめでとう、スタート消した方がいいですね、大丈夫、あ、そうです、まあ、おめでとうございます。
やりました。おめでとう。やったー。よかったよかった。今年1本目。はい、1本目。やっと1本目。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。いやいや、本物っぽいか。本物っぽい気がするな。なんであんな小当たりしたんだろう。っていうか、あれだよ、あの、タモ用意してもらった方がいいかもしれない。あの、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、あ、どこですか。あ、ごめん、猫だ。上がんないね。そうだよね、やっぱあの小当たりじゃそうだよね。アジに猫。届くかな。まあ届くでしょう。あらす。はい、OK、あざーす。おー、もうとりあえず行ってきてください。いいですか。どうぞ。はい、いいよ、いいよ。置いてきます。はいはいはい。意外だ、それは。ちょい待ち。よいしょ。ちょい待ちください。いっての91センチかな。91。本当だ。やばい、やばいぞ。いるぞ。いや。いる気がしません。ああ、まだ加えてる途中だった。違うね。サメじゃない？いや、どうか。もう間違いなく本物でしょ。はい。来たでしょ。根から下げたい。
素晴らしい。何センチぐらい？55、60。58ぐらいじゃないですか。いや、いいじゃない。おめでとうございます。おめでとうございます。やったね、2匹目。なんか音ちょっと違いましたもんね。パターン。かわいい。3匹目。どんな感じ？ついてるなけど、えいかな、えいかな。ん？いや全然張り付かないけど、重いだけ。お、ちょっと叩き始めた。なんかけど、たまんらしくない気がする。たまんであったらもうちょっと完璧に走ると思うけど、思いだけだもんな。思いだけ、羽ばたくだけ、ちょっと食ってくるけど、これが最後の当たりかもしれない。新魚種であってもらいたいけどな。エイだ。はい、ありがとうございます。悲しみの赤エイ。来たぞ。来たぞ。タマンっぽい。これは最後来たぞ。え？最後来ただろ。これは来ただろ。よかった、こっち片付けようか迷ってたんだよね。
これはあーけどなんかごめん引かなくなってきた。いやけど引くよ、引くちゃんと。これは絶対魚ではあるな、魚ではある。なんかもうタマンとは言えない、怖くて。多分サメでもない気がする。もう上がってくるよ。うおー何この感じ、おかしいね。なんか長いんですけど、サメ？いや何？サメですか。ちくしょう、最後にたまんだと思ったのに。はい、回します。ふって言ったよ、ふって。はい、オッケー、ありがとうございます。クソ、タマンじゃない。おー、タマンだったと思ったよ。